ヤマンテツ。ありがとうございます。でもこの法案はヤーマンではありませんですね。ジャメイカもしくはレゲエの化石人だったらノーマンです。肯定するときはヤーマン、否定するときはノーマンです。皆さん覚えて帰ってください。そしてこの特定秘密保護法、これはノーマンです。皆さん覚えて帰ってくださいね。そしてね、私が何よりも気に入らないのは、あの修正案っていうのを、そういろいろ言われてたことですよ。特定秘密保護法、修正すればするなんていうもんじゃないですよ。これ問題そのものが問題なんだよ。そしてその修正案っていうもので言われていたことね、これが彼らの本音を表していますよ。何ですか。あれは報道の自由に配慮する。配慮、報道は自由ですよ。表現の自由なんて言うから頭こんがらがっちゃうんですよ。表現は自由なんですよ。言論は自由なんですよ。何の配慮を言ってんですか。調子に乗るのを理解しろ。そして原則罰せず、取材をね、マスコミ取材を原則罰せず、罰せずじゃないですよ。罰せずじゃないです。原則罰せずですよ。原則があれば例外も必ずあるでしょう。やつら図が高いです。やけに主権者の我々に図が高いです。皆さん言うまでもないでしょう。権利や自由っていうものはお金からのくだされもんですか。うやうやしく我々がひざまずいて両手を出して、うやうやしくいただかなくちゃいけない、ありがたいいただきものですか。この国境線の内側、憲法にも保障されてますよ。ね、我々一人一人生まれた時から、おぎゃーと声を上げた瞬間から権利があり自由があるんですよ。人に迷惑かけた時点で自由も基本ないですけど、人と利害を調整した中で最大限享受できる権利と自由があるんですよ、我々には。それを配慮、配慮する、貴様らの配慮なんかいらねえんだよ。原則、貴様らの原則なんか従う気は我々にないんだよ。そうです。この秘密保護を行政の長が特定秘密指定するとか言っています。行政、すなわち行政府の住民、官僚、好き勝手できてさぞかし幸せだろう。でも私は彼らにも同情します。特定秘密を取り扱うにあたって、そうです、プライバシー権放棄させられるんです。彼らも基本的人権を侵害されるという点においては官僚も一緒なんですよ。こんなもので利益を享受できるやつは誰なんだ一体。アメリカね、バカです。彼らは百姓と油は絞れば絞るほどよく取れるなどと徳川家康は言ったようですが、彼は徳川幕府を作ったとこまでは良かったけど、ごまの油の絞り方よく知らなかったようですね。絞れば絞るほど絞れるなんてそんなごまないよ。絞り切ったら油は出ねえんだよ。絞り切るとこまで絞り切ろうってだけでしょ。先がないですよ、こんなもの。これを叩き台にして共謀罪、国家安全保障基本法、どんどん物言えなくして
はい、どうもありがとうございました。皆さん寒い。